伊達はあやかしまで戦に使うつもりか。関ヶ原の産地、知らぬわけではあるまいに。Ha!
似合わぬ堅牢な山城。まだ気づいて日も浅いようじゃが、奥州の雄伊達政宗、一体いつからこたびの謀反を狙っておったのやら。今こそ殿が天下に歯を唱える好機よ。敵方の忍びが城内に入り込んでおります。お気をつけろ。
政宗公は本気で天下を取られるおつもりか。聞いていたが、あやかしまでも。
ておるようじゃ。頭領を叩けば遅くの乱れかもしれぬの。